ブギウギ朝ドラ NHK 第34回あらすじ。下宿にて鈴子の帰りを部屋で待っていた作曲家羽鳥と作詞家藤村。これを見ても心が変わらないなら仕方がない。羽鳥はそう言って完成したばかりの新曲の楽譜を鈴子に手渡すと、藤村と共に帰っていきました。楽譜にはセンチメンタル・ダイナというタイトルが記されていたのでした。ほどなくして後輩秋山瑞希が帰宅。秋山は鈴子にダンサー中山からのプロポーズを断ろうと思っていると明かします。そして秋山は中山と一緒にいると自分らしくいられない感じがするとしみじみというのでした。秋山の話を聞いた鈴子は決意を固めたのでした。翌日のこと、道田からに出向いた鈴子、日報の社長と松永に移籍の件をきっぱりと断りました。その後梅丸に行った鈴子は唐島部長に謝り、給料を上げてほしいとお願いしたのでした。ブギウギ7週34は11月16日、予告、感想まとめや日宝遺跡を断り、梅丸に給料交渉をするたくましい鈴子ちゃんが描かれます。やはり鈴子ちゃんは梅丸に残る決心をしてくれました。子供の頃からワテの梅丸愛は誰にも負けへんわという精神で頑張ってきただけありますね。しかも鈴子ちゃんが遺跡を考える理由であった母、つやさんの入院に備えてお金を工面したいという要望も、唐島さんにしっかり交渉。この転んでもただでは起きない図太さやたくましさも、鈴子ちゃんの魅力的なところですね。さて、作曲家、羽鳥さんと作詞家、藤村さんが鈴子ちゃんを引き止めるために用意した曲について気になりますね。二人は、鈴子ちゃんの失恋を知ってか知らずか、センチメンタル、ダイナ、という悲しげな失恋ソングをプレゼント。ちなみに、センチメンタル、ダイナ、は、1940年、昭和15年、にリリースされた一曲です。歌詞には、くよくよするのは野暮な娘よ、と繰り返すフレーズがあり、まるで鈴子ちゃんの失恋を励ますかのようですね。同時期に自ら手放す形で失恋をした後輩秋山さんへの応援ソングにも聞こえてきますね。秋山さんもまた失恋を乗り越えて新たな道へと踏み出すようです。鈴子ちゃんと秋山さんがそれぞれ下した人生の決断を見届けたいと思います。以上、ブギウギ7週34話のネタバレあらすじ予告でした。